どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、 WCS 皆さんお疲れ様でした。WCS の大会中にもろかぶりしていたイベントがございまして、ミサバとかいうねあれイベントと大会をかぶらせるのはちょっとどうかと僕は思うんですけどもね。今回はね、プレミアムチケットが欲しくて、私ちょっとだけやったんですよ。俺も70戦ちょっとぐらいやったんですけども、イベントの報酬でミサバのめちゃくちゃ強い、死ぬほど強いモンスターが実はいまして、天の岩戸っていうこの神社パワースポット、彼のね制圧力げつないですよ。いかついモンスターなんですよ。これ効果説明しましょう。まずですね、特殊召喚できません、このモンスターね。でスピリットモンスターなんで、召喚リバースしたターンのエンドフェーズに退社しますよと。自分の手札に戻ってきちゃうんで、自分の我々のことが好きなんでね、戻ってきちゃうから。だからこれはどうにかしなきゃいけないんだけど、効果、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、お互いにスピリットモンスター以外のモンスターの効果一切使えません、発動できません。めちゃくちゃ強い。これクリボール使えない。支援、魔法トラップの、もう無効にする効果発動できません。霊竜バック除外できません、などなど。めちゃくちゃ、あとマキシマムとかの起動効果、発動できません。アイス発動できません。あとブレイブネオスも破壊した時にサーチとかもできません。とにかく強いんですよ。まあ、OCG だとメタビみたいなのがあって、インスペクトボーダーっていうのが分かりますかね。なのであんな感じです。なんかほんと全部のモンスターの方が基本止めますみたいな、そういう感じになってて、でどういう風にまあじゃあ使うかなと、私もいろいろやりました。スピリットモンスターをまあいろいろ入れてみたり、スピリットに寄せてみたりいろいろやったんですけども、泡の岩と以外いらねってなったんですよ。最終的にこいつが強いわけじゃないですか。こいつが強いで、こいつ以外のスピリットモンスター初手に来ても意味がないんですよ。こいつで相手のモンスターの効果を全て封じるっていうデッキなんで。ただこいつサーチがございませんなのでもう上プレ狙うしかねえなっていう結論になりまして、で他のもスピリットモンスターもいらねえと、全ていらねえ排除して、こいつを立てて、でこいつを魔法トラップとかの効果で守り抜くと、そういう、デッキに今回はしました。でね、どうやってもじゃあ守っていくかと、そもそもスピリットモンスターっていうのは手札に戻るっていう効果があるので、これを止める手段がいくつかあって、まず装備の方ですね。これ、やたらの鏡、装備すると手札に戻るっていうスピリットモンスターの効果、発動しなくなるんで、まあ、これつければ一応大丈夫っていうのもあるんですけど、結局初手にないと意味ないんでスタンバイなんですよ。これデュエルスタンバイっていうね、このスキルがありまして、これ初期的な1枚増えるだけじゃなくて、最初の自分のターンはお互いじゃない自分だけ魔法トラップモンスターの効果を発動できないっていう効果なので、つまりスプリットモンスターはまあ初手自分の最初のターンに召喚すると戻んないです手札に。だからこのギミックがね、まあある程度強いので、だから、今回のスキルはデュエルスタンバイで、天の岩戸って打点がめちゃくちゃ弱いんですよ。1900、まあ弱くはないけど、まあ1900なんで、結構上級とかが簡単に出てくる、ポンポン出てくる、今のこの環境だとすぐやられます。なので、ガーディアンの力で耐久力を上げていくっていうのと、あ、これしかもちなみに自分のターンの最初使いませんからね、これ注意してくださいと、あとはもうほんとひたすらに攻撃反応けばな、これで守る。向こうにその魔法トラップ、の効果ってモンスターの効果では向こうにできないんで、基本的にはコズサイとかね、あの辺はがないと、守れないんですけど、こんだけ積んでりゃ、まあ、1枚くらい守れんだろっていう、そういう、理論ですね。で、相手のバックが一番辛いんですよ。結局、その、狡猾とか、カナディアとか、そこらの人が、なんか、ああいうのを先行で敷かれるっていうのが一番辛いんですけど、今回は、もう、いろいろやったんですけど、結局、こいつをポンって立てて、魔法トラップ伏せて、ターンエンド、まあ、要はメタルみたいな、戦い方しますのでね。なので、もうね、これ入れました。新天狗、先行新天狗しましょう先行、天の岩戸召喚、新天狗セット、分断万能地雷、セットターン終了みたいなことをしましょう。もうそうすればね、まあ、除去されなければなんとかなる。ビートダウン、
スーパービルドダウンできるっていうデッキになってます。だいぶ偏ってますけど、これそもそもだって3枚しか入ってないんで、初手にそのスタンバイであったとしても初手に天の岩戸がある確率って 60% ぐらいなんですよ多分。だから、まあ、お察しって感じなんですけど、なんですけど、初手上振れた場合の制圧力がえげつないので、早速ね、パワースポットに皆さんをご案内していきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル、あ、いない、いや、いない、神社がいないパワースポットがない。パワースポットがないとね、ほんと何もやることがないっていう感じで、うーん、セット、まあブルーアイズですかね多分。ギフセもあんの、マジエッティそれ。あー、いねー、きちい、きついきついきついぞ。これちょっと全部していくしかない。一応ね、来なくてもまあ今のだったらこうやたらの鏡があるし、攻撃反応系罠があるんで、一応耐えられることは耐えれるんですよ、ギリギリ大体。あー、なるほどね、はい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 。進行でしょうか。バトルフェイズ、あー、これはじゃあ除外すればいいんじゃないかな効果を使わせない、効果を使わせないスタイル、次元遊兵で白石麻衣さんを除外。よし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 、天才かよ。ちょっとほんとね、ここでターン終了時に新天風の効果によって貴様の伏せカードを2枚封じさせていただくぜ。あれやばい、まずい。あー、それだったら OK、 あぶねー、セーフ、 OK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  で、ドローカード、あ、来たー、よし、 OKOKOK、 天の岩戸召喚、そしてやたの鏡を発動、これでスピリットモンスターの戦闘破壊を無効、そしてエンドフェーズに自主退社する能力を発動しない、いいぞ、いえ、よし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 、いいぞ。これでもう貴様のモンスターどもはただのドラゴンだ、ただの貧弱のドラゴン、ギリの合法、まあいいだろう、そのぐらいはいいだろう、いいだろう。ただし効果を発動できないぜ、変身もできねえぞ、粉砕、なるほど。じゃあ分断からかも使わせて、使っとくか、一応いらねえから。でこれで、変身もできない最強ドロー、はい強い、ガーディアンの力を装備、スー、そして万能時代グレミオセット、バトルフェイス、いけ、パワースポットパンチ完全に制圧しているぞ。どうだ見えたか、これが神社の力だ、神の力は偉大だな、お金龍いいだろう、蘇生しても何もできねえくせしやがって、調子乗んじゃねえぞ、ただの貧弱なドラゴンだろお前。おい、いいだろ、殴れ。お、ガーディアの力のこと知らないのこいつ。遊戯王はカードの効果を読むことから始めようぜ、日本語読めるか、おい、カイバーパワースポット最強。さあお相手の方、ヘルカイザーヨウ君、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。根性か、あ、メタファイズですかね、メタファイズっぽいな。これ最強の最強モンスター、これでメタファイズはもう何もできませんのでよし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 、いいぞ。さあせいぜい除外しろモンスターをな、ただしお前のモンスターはスタンバイフェイズ何も起きないよなっていう高笑いをして、全然メタファイズじゃねえって展開だけやめてくれ。不意の動き、いや絶対メタファイズだろ、絶対メタファイズだろ、絶対メタファイズだろ。天の岩戸の効果を知らねえのか貴様、お前のモンスターは永遠に戻ってこないぜいいだろう、そのぐらい許してやるぜ。おー、いいだろう、スタンバイフェイズ何もございませんやばやばやっば、何も起きずに今瞬殺でスタンバイフェイズシュンってついとってるね今。スタンバイフェイズ一瞬でキャンっていう、なんかドローメインみたいな感じだったからかわいそうにな、根性で耐えろ、よし、さあ終了するぜ、さあ戻れパワースポットよ、てめえのライフはあと1だ、頑張れエルカイザーリオ。手も足も出ねえってのはこのことだなおい、セット、
セットされると急激に効果が出る。なるほど、効果使えないぜ。そのモンスターも効果は使えない。さあその伏せからなんだ。あー光る。あーなんだろうこれ、何これ。でもまあ効果でも別に山の岩と、ガーディアの力を取れば多分大丈夫でしょうね。いったら生き残るでしょう、おそらく。メタバイスディメンションどうぞ。でも足も出ないか、ヘルカイザーよ。泣いて許しを請え。おらよ、くたばりやがれ。でーってキング松坂が言っていたぜ、そのデッキ迷惑だってな。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、寝癖番よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あーない。まあ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 、隣の島からOK、隣の島からOK、それは問題ない、いいだろう、それぐらい強してやろう。ラズリー、ゼロ式魔導粉砕機、やばやべえ、はってんじゃん。ブーギートラップ、うわ出たー出たー。くっそ、これいや WCS で俺一回やられて発狂したんですよ俺。これさ、これクソゲーすぎませんかね、これクソゲーすぎません。ちょっとさ、よくないよそういうのは、そういうのよくない。クソゲーかよ、クソゲーじゃねえか。おいおい、やめろ、止まれ止まれ。いいかマジで、止まれてめえ、マジで覚えてろよ、マジで覚えてろ。ほんとジュエリスト ID メモってお前、あれだからな、あーどうしよう。ID をメモってどうしよう。おいふざけんなよ。くっ、くっ、あっ。